あそこが猫の集会所になっててさ、100匹近くいたな、あれは。嘘くせえな。本当だって、2人とも一回行ってきたらいいよ。ごめんなさい。なんだ、ナムコプロじゃねえか。ジュピターの。さあ、リボンちゃん。こんにちは。本当、お前いつもぼんやりしてんな。ライブさせてもらったのにお礼言いそびれてて、ありがとうございました。まあ、俺たちの実力を見せつけるいいチャンスだったからな。そういえば、お前たちアリーナでライブするんだってな。はい。あのプロデューサー、あんなにできるやつだな。ライバルに先を越されたって感じだよね。まあ、俺たちは一からのスタートだからな。ふん、ナムコプロなんてすぐ追い抜いてやるぜ。覚悟してろよ。じゃあな。ああ、そうだ。まあ、お前たちが俺たちに差を見せつけてやるって言うなら、挑戦状受けて立ってやる。今の約束、チケットちょうだいだよ。素直じゃないな、トーマは。お前ら何言って。じゃあな、ライブ成功させろよ。トーマ、レディにはもっと優しくしないとモテないぜ。うっせえ、お前と一緒にすんな。リボンちゃん、少し元気がなかったな。みたいだね、珍しい。あいつなら大丈夫だろう。